アジャグーグは、イギリスの音楽グループ。1983年、リマールがバンド形態のアール・ヌーボーに加わる形で、結成された。1979年、ロンドン近郊のレイトンバザードで、同じ学校の友人であったニコラス・ベックス、スチュワート・ニール、マネージャー役のポール・ライアンと、別の学校の友人であった、スティーブ・アスキュー、ジェレミー・ストロードは、当初、 それぞれ別々のバンドで活動をしていたが、ジェズがアルバイトしていたエンジェルカーズという倉庫でジャムセッションを行うことになって、5人は行き統合、r n ー b ーを結成し本格的なバンド活動を開始した。彼らはジン・ピードレークレコードから100枚だけプレスしたシングルフィア・マシーンを発表し、パブやクラブを中心にライブ活動をしていたが、 アール・ヌーボーとしてなかなか目が出なかった彼らは新たにボーカリストを探し始めていた。1980年、俳優と歌手を目指していたクリストファー・ハミルは、2枚のシングル、It's Christmas とエ n g e l を発表し、ソロでメジャーデビューを目指していた。その後もソロ名義で、フーシャル、I be e today や、クリスという名前でデュエットした、ストレンジカインダラブなどを歌ったがヒットに結びつかず、 新たにバンドのボーカリストとして道を模索し始め雑誌メロディーメーカーにバンド募集の広告を掲載した。広告を掲載した後100組近いバンドと会ったがどれもパッとせず一時渡米し戻った時にボーカリストを探していたニックから連絡をもらいニックが送ったフィアーマシンを聞いて一気に気に入りバンド加入を決めた。加入と同時にハミルは 名前の綴りの配列を変えてリマールと名乗り、バンド名もその頃のザ・ハンド・スタンズからカジャグーグーに変更した。5人になったカジャグーグーはメジャーデビューへ向けて曲作りに励んだ。当時の彼らはエルトン・ジョンのカバーやエバー・ソロンリー、ドン・チュー・オントメなど未発表のオリジナル曲を作っていた。中でもシャイシャイやウー・ウツー・ツ・ビー・エーは 完成度が高く、ライブでも評判は良かった。1981年にリマールのガールフレンドが、デュラン・デュランのサイモン・ル・ボンと知り合いで、その関係から新たなバンドプロデュースを従っていたニック・ローズを紹介され、ニック・ローズが彼らを EMI ロンドンに紹介する形でメジャーデビューを果たす。1982年デビューにあたってシングルを選曲する際に、 プロデューサーを務めたニック・ローズとデュラン・デュランのアルバムのプロデュースをしたコリン・サーストンが共に一番気に言っていたシャイシャイを若干歌い方を変えタイトルもトゥー・シャイとして発表同様にウー・ツー・ビー・エーもウー・ツー・ビー・ーと変更してセカンドシングルとして準備した1982年12月ファーストシングル君はトゥー・シャイを発表 翌年1月には UK チャート1位になりデビュー曲でナンバーワンの快挙を果たす。同年4月にはセカンドシングルウーウーツービーイヤーとファーストアルバム君はトゥーシャイを発表シングルはチャート7位まで上がる。6月にはサードシングルハングオンラウを発表チャート13位まで上がる。その頃アメリカではイギリスより遅れて発表された君は トゥーシャイが USB ルボード紙で5位まで上がり、それに気を良くしたリマールは、ミキサーのティム・パーマーと共に、ハング・オン・ナルのリミックス版をアメリカ版シングルとして発表した。同時期に言っていたイギリスツアーも好評で順調に活動しているように思えたが、ツアー終了後の7月に表向きは、音楽の方向性の違いを理由にリマールが脱退する。百八十三年八月、 4人に戻った、カジャグーグーは、ニューヨークに行ったことをモチーフに作った新曲、ビッグアップルを発表、前作と同じく、コリン・サーストーンをプロデューサーに迎え、マイシングルを上回るチャート8位まで上がる。ソロになったリマールは、ハング・オン・ナウで手を組んだティム・パーマーと、ファッションのディ・ハリスと共に12月にファーストシングル、オンリー・フォー・ラブを発表する。リマールは、この翌年1月に、 東京音楽祭に参加、銀賞を受賞する。ここに審査員で来ていたジョルジオ・モロダーと出会い、才能を見出される。カジャグーグーは1984年3月に、ライオンズマウスを発表。ニックはこの曲からギターとベースを兼用した楽器、チャップマンスティックを使い始める。同年5月には、セカンドアルバム、アイランズと6枚目のシングル、バックオンミーを同時に発表する。 ニックはこの頃にファッションのマリガンと組んでイン・マック・ロジックを結成しチャップマン・スティックで弾いたボレロの12インチシングルを発表した。その後、アルバムの発表を機にワールドツアーに出て7月と9月に2度来日し、その9月には来日記念版として日本用にパワー・トゥ・フォー・ギブをシングルカットしている。一方、リマールの方は5月にセカンドシングル、 Too much trouble を発表。9月には、ファーストアルバム、Don't Suppose を発表した。カジャグーグは、日本のツアー後、バックオンミーのリミックス版をアメリカ用に発表。当初はミニアルバムとして発表する予定を、急遽アルバムに入れ直し、タイトルも、アイランズから、エクストラプレイに変更。過去のイメージを一新しようとバンド名も、カジャと短く解明した。 解明がこうをそうしたのか、バックオンミーの12インチシングルは、1985年4月の2週間、ビルボードダンスチャートで2位まで上がり、君は、トゥ2社以来の久々のヒットとなった。同じ頃、リマールは、東京音楽祭で知り合ったジョルジオ・モロダーから、映画、ネバーエンディングストーリーのテーマ曲を歌う依頼が入り、その申し入れを受ける形で、サードシングルとして、 ネバーエンディングストーリーのテーマを発表。世界18カ国で1位になり、君は2ャイを上回る大ヒットとなった。また、ドイツ語圏を中心に4枚目のシングル、タール・ビーチのリミックス版を発表。こちらも急遽予定していたミニアルバムを変更して、ファーストアルバム、ドントサポーズに2枚のシングルを入れ直して発表した。1985年7月頃、 カジャはサードアルバムのレコーディング中にドラムスのジェズが脱退。アルバム自身は8割方完成していたが、急遽サポートドラマーにデーブ・マタックスを迎えて完成にこぎつけ、9月にアルバムカジャ3とシングル涙の傷跡を発表する。プライベートの問題でバンドへの貢献がおろそかになり解雇された。その後、アルバム未収録のハリケーンと What ever you want の2曲を加えた、シュドゥントドゥザットのダブルシングルをイギリスで発表したが、プロモート上の問題で、シュドゥントドゥザット発表を最後に解散が決まり、年末に解散、メンバーは別々に新たな道を探すべく、ソロ活動を始める。リマールの方は、ネバーエンディングストーリーのテーマをヒットさせた後に、ニューヨークのミキサー、ジェリー・ビーンとコンプロマイズを制作。 その後、ジョルジオ・モロダーと、セカンドアルバム作りに取り掛かり、1986年に、シングル、瞳ときめいてを発表、同年5月にセカンドアルバム、カラーオールマイデイズと、ソロ6枚目のシングル、インサイドツー・アウトサイド」を発表する。そんな頃、EMI レコードの関係からホンダ・ミナコのアルバム、キャンセルへの作曲の依頼が、カジャ解散後のニックとリマールに入り、ニックが、 ラブソングフォーサムバディをリマールが24時間の犯行を提供している。その後、リマールも1987年にレコード会社との契約が切れてしばらく活動休止になる。ニックは1987年3月、サイモン・エリスとオースティン・ハワードと3人でエリス、レックスハワードを結成、BMG と契約し、88年6月、ファーストシングル、 ビッグバブルズ、ノートラブルズを発表する。同年8月、セカンドシングル、バッドタイムズ、11月には、サードシングル、ウェアディドテモロー号、発表。フォースシングルには、ビッグバブルズ、ノートラブルズをユースがミックスし直した、バブルズを発表。4枚目発表時に、バンド名を、ビビーチと改名、その後ライブを中心に活動を続け、1992年5枚目の、 シングル、チョコレートコーテッドマネーを最後に解散する。しかし、解散後の1995年4月に、ファーストアルバム、ホームランズを発表している。また、ニックの自主制作で1991年から1992年の間に作った、エリス、ベックスハワードの未発表曲を中心とした、アルバム、ザロストイヤーズボリューム1を、 自身のレーベルフライングソーサーミュージックから売り出した。活動休止をしていたリマールは一時期、アリスタと契約していたが結局レコードは発表せず、この頃仕事も少なめだったリマールが職業安定所に通う姿も見られたが、その後自身の事務所、デムヒルミュージックを設立し、1991年、久々にベースラインフィーチャリングリマールとして、シングル、ストップと、 Maybe This Time をドイツで発表。その後も、イギリスでは、メジャー契約をしないまま、1992年に、リマールの名前で、シングル、Love Is Blind Eye の行方を発表。さらには、カジャグーグー時代のヒット曲、君は、Too Shy をリメイクし、原曲の、シャイシャイの歌い方に、AOR 調のアレンジを加えた、Too Shy 92リミックスを発表した。 そして1992年末に4枚のシングルを入れたサードアルバムラブ・イズ・ブリントを発表。その後のリマールは自身の活動の他にキムワイルドのアルバム作りにも参加しつつ、それとは別にガイ・フィーチアンと組んだプロデュースチームジュピターを結成し、1994年にシルビア・メイソン・ジェームズをボーカルに据えたシングルデスティニーを発表。 さらに1996年には、ガイ・フィーチアンとの共同名義で、シャイ・ガイ・フィーチャリング、リマールの名前で、シングル、ウォーキング・イン・リズムを発表。この曲は、リマールのアルバムには入っていないレアな曲となった。一方、ニックは、その後、アイリッシュバンドのアイオナに、ベーシストとして参加。アルバム、ケルズの書と、ビヨンド・シーズ・ショアーズの2枚に参加して脱退する。その後は、 デュラン・デュランのギタリストであったウォーレン・ククルロのソロアルバムやビビーチのサイモンやギターのポール・ハービーと共にケイリー・ニューマンやベディン・ダ・カーライル、ディ・リームなど様々なアーティストのプロデュースやセッションプレイヤーとして参加しながら雑誌、ベースギターマガジンのスタッフライターとしても活躍していた。また、1996年には日本のアーティスト、コージーのプロデュースに全面協力し、 ミニアルバム、ネイキッドんのベース全般とバビロンでは、作詞をスペースヒッチハイカーでは日本語で、バックボーカルも披露している。ジェズは脱退後、ロンドンで楽器のリース業、アトランティック・ハイヤーを経営していて、解散以来、ドラムスティックは握っておらず、他のメンバーとも交流がないらしい。スティーブは1986年に、アンディ・フィッツ・ジェラルド・とポールターリーと3人で、 スモールタウンエレファンツを結成、UK ポリドールと契約し、アーハの UK ツアーの前座を務めながら、同年6月にシングル、ウォーキング・オン・アイスを発表。その後、ベビー・ブーメランやクリスマス・アイランドを結成したが、現在は1994年に、自身の音楽制作会社、プロテック・ミュージックをレイトン・バザードに設立、他のアーティストとのプロデューサー業やギター講師、 ルー・コズマとのプロジェクトの傍ら、ニックのソロ活動も支援している。また、1998年にアール・ヌーボー時代のシングル、フィアー・マシンをリメイクし、自身で歌った、フィアー・マシン2000を作成して、インターネットで配信していた。今では時々、ベースプレイヤーとして、スチュワートや地元の音楽仲間と、マラカイというカバーバンドでプレイしている。スチュワートは、カジャカイさん後に、 ソロ名義の活動を行ったが、どれもうまくいかず、ヘレン・シャピロと組んだ際には、ギタープレイヤーとしての才能を見出したが、財政的な問題が生じた結果、音楽業界から引退した。その後、地元のレートンバザードに戻り、リードソフトという IT 企業で、ソフトウェアのセールスをしながら、時々、スティーブや地元の音楽仲間と、マラカイというカバーバンドを組んでいる。 九百九十八年頃、イギリスでは8 0 s ミュージックのブームが訪れ、カルチャークラブやスパンダーバレーなどいくつかの九百八十年代に活躍したバンドが再結成や期間限定でライブ活動を行った。その当時、活動が下火になっていたリーマールもカジャグーグー再結成を画策して準備を進め、他のメンバーにも何度かオファーをかけていた中、映画、 ウェディングシンガーのサントラに、君は、トゥーシャイが使われることになり、再結成の話が現実味を帯び始めた。しかしニックがそれを嫌い、一度目の話は、結局流れてしまった。ただ、リマール自身その計画を無駄にはできず、1999年に、以前作って、お蔵入りになっていた、新曲、リズム・オブ・ラブと、ロスト・イン・ラブの2曲と、カジャだった以後の曲を、 リマール自身が歌い、それらを加えたものをベストアルバムとして発表した。また、同年に12 of Pleasure というコンピレーションアルバムに Zen Sadly という曲も発表した。その頃ニックは1997年頃からジョン・ポール・ジョーンズやハワード・ジョーンズのツアーに参加するようになり、2000年にはハワード・ジョーンズのリメイクベストアルバムパフォーム00のレコーディングとツアーに ベーシストとして参加した。また、以前から計画していた、ジャップマンスティックを使ったアルバムの制作に取り掛かり、20曲を完成させ、2000年5月に初のソロライブを行い、翌年5月にその中の15曲を収録したアルバム、スティック・インセクトを自主制作第2弾として発売した。その後、雑誌、ギタリストの企画で新学期、 チャップマン NS ス,スティックのデモ曲を作曲、雑誌の付録として、正式なタイトルもない、チャップマン NS ス,スティックデモを披露した。2001年3月、リマールは1980年代映画の主題歌を歌うミュージカルに参加。そのステージを収録した、ホワット・エーフィーリング2が発表され、他のアーティストと一緒に、007、美しき獲物たちや、 ネバーエンディングストーリーのテーマなど数曲を聴かせている。2002年、ニックは、ジョン・ポール・ジョーンズや、他のアーティストのアルバム制作に参加しながら6月に、以前日本の FM 曲が放送したテープをもとに、1984年9月のツアーファイナルの東京公演を収録した、カジャグ・ユグ・ライブ・イン・東京1984を、自主制作第三弾として発売。 そして8月には、スティーブの友人で、カジャのウェブサイトを主催する、ケンタイディが、アートヌーボーライブと、スティーブのバンドの、スモールタウン・エレファンツ1986から1988を、自主制作で発表した。一方、リマールは、久々の新曲、ラブザ・トラスツを9月に発表した。2003年6月、スティーブのところでギターを習っていたヘイリー・ボニックの、 音楽学校卒業制作にニックが加担して新たなバンドプロジェクトを企画、ボーカルを前衛の音楽学校から専攻してアレックス・スタンプをボーカルとして加えてインダストリアル・ソルトと名付けたバンドプロジェクトを開始した。そしてニックとスティーブは共同でプロデュースとバンドのサポートメンバーを務めた。2003年1月にニックがソロセカンドアルバム ザ・マーベリック・ヘルムズマンを発表した。また、ニックはこの頃、日本のアーティストポリシックスのアルバム、カジャカジャグーや、ザ・ブリリアント・グリーンの松井亮による、ソロユニット・マイスターのアルバム、アイメット・ザ・ミュージックにも、ベーシストとして参加した。10月26日、アメリカのケーブル・ TV、VH1 の番組、バンドリユナイテッドの企画で、ついに1日限定で、 カジャグルグートゥギャザーゲーンと題した20年ぶりに5人揃ったライブをロンドンで行った。ハングオンラウ、君は、トゥーシャイ、ネバーエンディングストーリーのテーマの3曲を演奏し、2004年1月にこのライブを含めた特番が放映された。この企画では、最初にロンドンにいたリマールの元を VH1 が訪ね、以前再結成を画策した際に悲観的になっている。 ニックが OK したらいいよと条件を出し、その後同じロンドンにいたジェズの元へ向かってから、それからレートンバザードのニックの元を訪ねて、一晩限りという条件でしぶしぶ OK させた。映像はそこから撮られており、実際の訪問順や曲順も感動を呼ぶように変えて放映された。VH1 の反響は大きく、元の5人としての仕事の依頼が多数寄せられたが、過去の問題。 現在の彼らの置かれているそれぞれの立場の違いなどから元の5人での再結成が見送られ結果として束の間のツ日となった実はこの頃ニックとスティーブとスチュワートはリマールと反見闘争をしていて昔のカジャの未発表曲を自主販売したいニックたちに対してリマールが 昔のギャランティ問題を含んだ要求をしたことで再度対立し、結局それぞれの溝は埋まらずに5人での再結成は叶なわなかった。2004年再結成ライブを放映した VH1 のメッセージボードに多くの反響が寄せられたが、結果5人での再結成を断念しつつもリマールとジェズを除く3人でカジャグングーとして再始動した。 過去の未発表曲は半券で発売できないために新たにニューアルバムの制作に入り先行して新曲 Tears を 80S コンピレーションアルバム This Is Not Retro に入れて発表それに伴い過去にリリースした3枚のアルバムに未発表曲を入れて CD 化しイギリスで8月2日に発売したまた夏頃からアメリカとイギリスで いくつかのライブの予定が入ったが、アメリカのビザ取得の複雑さや、イギリスのプロモーターの破産で、せっかくの活動再開をアピールするチャンスを失ってしまった。2005年7月、カジャグングーとして、メジャーレーベルとの契約が難航している中、インダストリアルサルトのデビューを控えて、日本のバンドエ g ジアイカンフージェネレーションの曲、ループループをカバーした曲、ループループを、 シングルカットして発表、その関係から彼らのライブイベントに参加することになり、インダストリアルソルトのサポートメンバーとしてニックとスティーブが来日してライブを行った。特に先行発表した曲、シュガーボムベビーは、スティーブとニックが10年前に作ったまま、お蔵入りしていた曲だった。そして9月に、シュガーボムベビー、ループループを含んだファーストアルバム、 アッポケットフルオブマグネティックレターズを日本先行発表した。2006年5月、しばらくシングルを作っていなかったリーマールが、テルメホワイを発表、公式サイト上にも、ワンライトウィズユーや、プライドなど数曲の新曲を披露している。一方、カジャグーグンは、ハワード・ジョーンズや、元スパンダーバレーのトニー・ハドリーなど1980年代に活躍したアーティストの協力を得て、 ニューアルバムの曲は完成しているものの、未だメジャーレーベルとの契約が難航し、それを懸念したスチュワートが一時的にカジャから離れ、元の職へ戻ってしまった。また、ニックとスティーブはインダストリアルソルトのサポートメンバーとしてツアーに参加していたが、年末頃にはサポートメンバーから外れてしまい、最近ではカジャ、ニックの公式サイトは全く更新されず、 スティーブの公式サイトは閉鎖されて、活動状況が全くつかめなくなっていた2006年10月頃、雑誌、インダストリアルロックのニックのインタビューには、2007年は私がプロとなって25年目の節目なので、なんとか、カジャグーグルのニューアルバムをファンに届けたいと熱意を語っていた。2007年1月、カジャグーグルのデビュー時にプロデューサーを務めていた、コリン・サーストンが高いし、葬儀には、 ニックたちカジャグーグーの3人も参列した。2007年6月、2年ぶりにカジャの公式サイトが更新され、カジャグーグーはアメリカのインフィニットミュージックと契約がまとまり、23年振りのシングルロケットボーイを発表した。同年9月、1980年代に活躍したアーティストが多く参加するレトルフェスティバルにカジャグーグーとして出演し、 新曲を含め10曲を久々にライブで披露した。2007年11月、インダストリアルサルトのセカンドアルバム、トラッシュポップが完成した頃、ギターのヘイリーがバンドから脱退した。2008年2月、日本の TV 番組のインタビューに答えたリマールから、昔のカジャグングーのオリジナルメンバーでライブをするよと、びっくり発言が発表され、リマールとジェズを加えて、再び、 カジャグーグーの名前で、レトロフェストに5人で出演することが決定した。これは、レトロフェストの主催者、ブラッド・レイ・スネリングがオリジナルメンバーでライブに出演してくれるように働きかけた結果で、その後、彼はカジャのマネージャー役を務めている。5月、カジャの HP が更新されて、2009年発表予定の5人でのニューアルバムに先行して、全編。 ニックのボーカルで収録された3人の頃のアルバム、Go o ツー・ザ・ the moon が HP 内で発表された。2009年2月、リマールはドイツ人アーティストサラ・ノックスのシングル曲、スペリオル・ラブに参加した。同年3月、5人としてのニューアルバムの発表が待たれる中、ニューシングルとしてタイトルソングの Desdefying Headlines デデを含む4曲の新曲、リミックスシングル、 t ーンツーザムーンなどを HP 上に立ち上げたネットショップ、カジェショップから販売し始めた。また9月からスペースカデットツアーと題した UK ツアーを行うことが決定。それに合わせてスペースカデットの PV も作成し、10月にスペースカデットとドリーミング・オブ・ザ・セーム・シングを入れたベスト版を発表した。また12月に フィリップ・ラーセンとクリス・スミスがプロデュースしたマンハッタン・クリークをリミックスしたホワイト・フェザーズが音楽配信のみで発表された。2010年2月、ニックの HP 上でエリス、ベックスハワード時代の未発表13曲を集めたザ・ロスト・イヤーズ・ボリューム2を音楽配信として発表した。2011年4月ニックとスティーブを中心にレッド・ドット・ミュージックを立ち上げ、 カジャグングーやリマールをはじめニックやスティーブのソロ活動まで様々な活動を行っていくことを HP で発表その中にスティーブが2013年にソロアルバムを発表することが書かれていたまた同年6月リマールが久々のソロシングル1983を発表続く2012年12月リマールのソロシングル ロンドン・フォー・クリスマスを音楽配信にて発表した。再結成後のライブでは、リマールのソロ曲である、ネバー・エンディング・ストーリーのテーマもレパートリーに加え、もともとは女性の歌唱だったコーラスパートをニックが歌唱している。2013年2月、ニックは、ジョン・ヤング、マーティン・フロスティ・ビードルらとライフサインズを結成、5曲入りのアルバム、ライフサインズを発表した、また同年。 ニックの過去2枚のソロアルバムから選曲し、2曲の新曲を加えた、The Darkness in Men's Hearts を発表した。2016年1月、ニックは新たなソロプロジェクトとして、ロジャー・キング、マルコ・ミンネマンだとザ・ミュート・ゴッズを立ち上げ、ファーストアルバム、d h Nursing Till You Here From Me を発表した。アルバムの最後には歌手になった娘のルーラ・ベックスと、 ファーザードーターという曲をデュエットしている。2016年4月、リマールがバック 280S と題したライブを大阪、東京で行う。ライブでは自身の曲やカジャグーグー、ジョージャクソン、デュラン・デュランの楽曲を披露した。また、ニックは5月にスティーブ・ハッケットのライブにサポートメンバーとして来日。ニックの来日前のインタビュー記事の中でリマールの来日どころか、 2011年以降あっていないこと、カジャグーグーとしての活動再開に関して、ニック自身は終わっていることと感じていること、過去に出したカジャグーグーのアルバム的に言っているものはなく、音楽そのものより、当時のリマールとの関係や、ジェズの解雇といった辛い思い出が強く残っていることなどを語っている。また、ニック自身はザミュート・コースの セカンドアルバムの制作中であることも語られている。ありがとうございます。